ビルマ共産党はビルマ最古の政党。最盛期には兵力1万人を要し40年にわたってビルマ政府と構想したが1989年に勢力下の少数民族の反乱によって指導部は放築された。しかし40年にわたって独立状態を保った統治機構はそのまま少数民族の地方政権に引き継がれ現在に至っている。 当期1939年8月15日に、英領インド帝国内で台頭した共産主義運動の影響を受けて、アウンさんを総書記とし、タキンタントゥン、タキンソーをはじめとする6人のメンバーによって結成された。1940年に、CPB は独立運動組織リーダーで、CPB の非公然メンバーだったアウンさんを中国に潜入させて軍事的支援を得るために、 中国共産党との連絡を図った。しかし、ラングルン市内で、司会を開業して、情報収集に当たっていた、日本海軍の国部肖像予備役隊配下の、長報員として、グループ内に潜入していたネウィンが、この情報を、日本海軍にもたらし、アウンさんは潜伏していた福建省アモイで、日本海軍特務機関員に発見され、日本に連行された。 アウンさんの身柄を確保した日本軍は、ラングーから混迷に至る炎症ビルマルート切断のために、ビルマ独立運動の利用価値を検討し、アウンさんの希望していた軍事的支援を与えることを見返りに、日本軍のビルマ侵攻への協力を取り付け、アウンさんはビルマへ戻り、CPB の公然、非公然メンバーを中心とする30人の同志を密航させ、 海南島の海軍特務機関施設での軍事訓練に参加させた。1941年12月になって、日本軍は南機関の監督の下でアウンソンたちをタイへ移動させ、亡命ビルマ人200名を加えてビルマ独立軍を結成させた。1942年1月に日本軍はビルマ本土への進攻を開始し、英印軍は敗退し、日本がビルマを占領し、 1943年8月に、ビルマは、バーモーを主犯として独立し、アウンさんは、国防大臣に就任した。1944年8月には、CPB アウンさんをはじめとするビルマ国軍の、非公然、CPB メンバー、人民革命党などが参加して、抗日運動の秘密組織である反ファシスト、人民自由連盟、アフフルが結成され、 1945年3月に日本軍への放棄を開始し、6月15日に対日戦勝利を宣言した。当期1946年2月に CBB は路線対立から他近丹鶴の率いる白旗共産党と多金層の率いる赤旗共産党の2つに分裂した。1947年1月27日、アウンさんと英国のアトリー首相は、 アウンサンアトリー協定に調印。2月には国内各派、各民族のリーダーたちと独立後のビルマ連邦に参加することを制約するパンロン協定を発表。4月には政権議会選挙でアフフルが202議席中196議席を獲得し圧勝したが CPB は7議席しか獲得できなかった。1947年7月19日に アウンさんが性的であったウーソーが雇った暗殺者に襲撃され6人の閣僚と共に暗殺され CPB は強力な協力者を失い議会での活動は休止状態となった1948年1月4日のビルマの独立後2月に入ると CPB に指導されたラングーンの公安労働者がストライキを始め3月には CPB 支持の農民たちが G 行動を開始する。アウンさんの後を継いだウーヌ首相は3月27日に共産党幹部の逮捕を命じ、これを避けて逃亡した c p b は武装闘争に入った。1962年にウーヌの政権はネウィン将軍のクーデターで倒されるが c p b は引き続き武装闘争を続けた。ネウィンは戦前の日本で見分した統制経済を見本とし、 ビルマ式社会主義を標榜して、鎖国と経済統制政策を実行し、計画経済の障害となる陰境、過境の経済活動を徹底的に抑え込み、同時にビルマ社会主義計画等による一党独裁体制を敷いた。ラングーなど大都市均衡の拠点を失った後の CPB は、シャン州北東部の交換族、和族居住地域を根拠地とし、 中国の全面的な軍事、民政援助を受けて中国ビルマ間の国境交易の通行税を資金源とした。1966年から始まった文化大革命の影響を受け CPB 内にも公衛兵が組織され島内の粛清が始まる。この過程で古参幹部たちが次々と消されていき、 最終的には指導者のタキンタン丹ンも1968年9月24日に護衛に射殺され、ビルマ人幹部の大多数が消えた。指導部は熱烈に毛沢東思想を報じるインド系幹部と軍事部門を支える交換族、和族出身の兵士たちによって構成されるようになった。1976年の毛沢東の死後は、ビルマ政府との関係改善を図る東昇兵。 指導部の移行で支援量が減らされ、徐々にシャン州で取れるアヘイを資金源にするようになり、組織内の力関係が高換族、和族出身の兵士たちの発言力を強める方向に変化した。九百八十年末から九百八十一年五月にかけてビルマ政府と和平交渉が行われたが、CPP が同等支配地域の承認などの要求に固執したため、 交渉は、決裂に終わった。この間、ネウィンが主導した BSPP の計画経済の非効率さは、国民の生活を圧迫し、慢性的な消費財不足は、闇市と密輸を蔓延させただけで、ビルマは最貧国へ転落してしまった。ネウィンが引退を表明した1988年に8888 88、民主化運動が発生したが、ネウィンの引退前の予告通りに軍が、 市民多数を射殺することで鎮圧された。九百八十七年の春季にビルマ政府軍は大攻勢をかけ、旧炎症ルート上にあり CPB 支配下では、最大の攻撃士だったシャン州北西部のムセを陥落させ、初めて中国国境へ到達した。ムセの陥落で CPB は最大の収入源だった国境攻撃の通行税を失い、島内は交換族。 和族出身の兵士たちとインド系幹部の対立が激化し、ついに1989年の新年に軍事部門が指導部全員を逮捕して中国へ放逐するという事件が発生し、CPB 指導部は消滅した。その後、高換族、和族出身の兵士たちは、高換族出身のどこであるフューンキャシンの指導家で、和衆、このほか、ヤンモーリャンが率いる高換族からなる。 ミャンマー全国民主同盟軍、林民シャン率いる東シャン州軍がビルマ共産党から分裂した。マインダと和州連合軍とは友好関係にあり、和州連合軍が兵力を優勝でマインダに対応しているともされる。和州連合軍は表向きは中央政府に基準したため、ビルマ政府支配下の一般社会で合法的に、 活動することが許され、1988年の国軍クーデターで権力を握った金融を窓口に合法、非合法のビジネスで勢力を拡張し、ビルマ社会内で赤い財閥として台頭している。現在はビルマに大規模な投資を行っている、中国政府と現在のビルマ市民の生活を支えている、中国製消費財の供給ルートを握っている強みを後ろ盾にして、 和州連合軍側は和戦療養の構えで臨んでいる。ありがとうございます。